ホンダこと本田技研工業は、本田宗一郎さんが設立した世界中でシェアを獲得しているバイク自動車メーカーです。そのものづくりへの思いや姿勢に多くのファンが魅了された20世紀のホンダ。しかし現在、そのホンダは迷走ともいえる厳しい状態に追い込まれているのです。相次ぐ社長交代や韓国企業との連携。一体今、ホンダに何が起こっているのでしょうか。ホンダを創業した本田宗一郎さんは、ストイックなものづくりへの姿勢で、さまざまな車、バイクを開発し、ホンダのブランドを確立していきました。宗一郎さんは1991年に亡くなられていて、それ以降何代も社長交代が行われていますが、ホンダは依然として世界市場の中で人気メーカーとして君臨しています。2023年のホンダの世界販売台数は約387万台で、日本のメーカートップのトヨタグループが1123万台、ホンダは国内メーカーの中でトヨタに次ぐ販売台数を誇っているのです。しかし、国内のみならず世界市場でも多くのシェアを獲得してきたホンダですが、現在その経営状況に徐々に陰りが見え始めています。ホンダの収益は2022年11月に発表された決算発表では、2022年度の売上収益が8兆853億円。2021年度と比べると売上収益は1兆970億円増となり、比で言うと 15.7% の増加となりました。この結果だけを見るとホンダの経営は右肩上がりのように思えますが、注目すべきなのはその売上配分です。バイクを中心とした二輪事業はタイやインド、ベトナムなどで着実にシェアを伸ばし続けていますが、四輪事業では実は販売台数が大きな落ち込みを見せています。こうした経営の落ち込みの背景にあるのが EV 推進です。ホンダは世界の EV 推進の流れに乗る形で、2021年4月、2040年までに新車販売のすべてを EV と FCV にするという電動化戦略を発表。この方針転換が後に大きくホンダの経営に響くことになります。現在 EV シフトを進めたメーカーの多くは EV 需要の冷え込みに苦戦していますが、もちろん EV 推進を決めたホンダも同様の状況に置かれているのです。ホンダは EV 生産を進めるために、国内の工場のうち約900人の従業員が勤める栃木県の真岡市の工場や、かつて主力生産拠点だった埼玉県狭山市の工場の閉鎖を決定。EV 推進のため海外に拠点を移すホンダに、海外市場への依存が始まるのではという不安の声も上がってしまっています。四輪自動車の売り上げが落ち込んでいる中、ホンダ執行役で最高財務責任者の藤村英二氏は、戦略を変えずに推進していくと2024年2月の決算会見でコメント。また同年6月には、 EV 拡大と自動運転などのソフトウェア開発を強化するため、2030年度までの10年間に10兆円を投資する計画を発表しました。こうしたホンダの姿勢に多くのホンダユーザーも混乱しており、ネットでは、ずっとホンダの車に乗っているが、この頃のホンダは大丈夫なのか、ホンダの品質は信頼しているが、EV が購入したいわけではない、といった意見が出ています。ホンダの EV 推進とそれによる経営の歪み、実はこの背景には様々な要因があり、それがホンダ内部の混乱につながっているのです。ホンダが批判の対象になりやすい原因として一番大きいのが韓国との提携だと言われています。ホンダは2022年8月29日、韓国の電池メーカー大手の LGES と組んで、アメリカで EV 向け電池工業を新設することを発表しました。出資比率はホンダ 49%、LGES 51% で、投資総額は約6100億円。お互い約3000億の出資という大きなプロジェクトになっています。この大胆な出資計画の背景にあるのが、アメリカ大手のゼネラルモーターズです。ゼネラルモーターズとホンダは四輪自動車事業で提携を行っていますが、韓国 LGES もまた以前から EV の電池調達でゼネラルモーターズと連携をしていました。
ゼネラルモーターズと LGES の合弁事業ウルティームセルズに対してはアメリカのエネルギー省が新工場建設資金に約3400億円の融資を発表。こうした LGES とゼネラルモーターズの関わりの中、ホンダも参入し、EV 搭載バッテリーの確保を目指そうというわけです。また、ホンダが単独投資ではなく、LGES と約半分ずつの投資にしたのは、リスク分散のためだと言われています。ゼネラルモーターズ製の EV、シボレーボルトは過去に発火事故を起こしており、シボレーの大規模リコールが発生。2021年10月、9割以上のリコール費用を LGES 側が負担することが発表されました。ホンダと LGES が合同出資を決めたのは、こうしたトラブルや事故が起こった時の責任を分散するためです。LGES との合同出資は、ホンダの EV シフトを代表する出来事であり、この件が発表されたと同時に、ホンダはエンジンを捨てたと囁かれました。ホンダの現在の社長、三部俊博氏は発表コメントで、ホンダは50年までにホンダが関わる全ての製品と企業活動を通じてカーボンニュートラルを実現するという目標に取り組んでいる。ホンダは各地域でバッテリーの現地調達や生産を進めていると語っています。三部社長のこのコメントにはホンダの将来を不安視するユーザーたちの声を意に介さないコメントだという厳しい指摘もあり、韓国メーカーとの提携を批判的に捉える意見が日本では多いのが現状です。以前公開した動画にも、ホンダが韓国製の EV バッテリーを搭載するなら、もうホンダの EV は買えなくなるな、というコメントが寄せられ、170を超える高評価が寄せられています。LGES との提携が不安視されている根本には、数々のバッテリー事故問題があります。過去に LGES は、ゼネラルモーターズのシボレーの炎上事故のほかに、韓国大手メーカー、ヒュンダイの車でもバッテリー事故を起こしているのです。ヒュンダイの人気 EV コナエレクトリックは2018年に販売開始しましたが、2020年までに10件以上の火災事故が発生。この車種の大量リコールが決まり、ヒュンダイはリコール関連費用の総額は約954億円という推定を出し、炎上事故の責任をバッテリーを提供していた LGES と分担しようとしました。しかしこれに対して LGES は反発。LGES の主張は、リコールの理由になった電池セルの製造不良は再現実験では火災を引き起こさなかったので事故の直接的な原因ではない。電池管理システム関連で LGES 側が提案したものをヒュンダイが誤用したといったもので、自社の電池は炎上事故の直接的な原因ではないとしています。 LGES のこうした責任逃れとも取れる姿勢は多くの批判を生み、誰が燃える車を買うのかといった意見まで出る始末。大手バッテリー会社ではあるものの、数々の炎上事故から不信感を持たれている LGES と、品質で高く評価を受けてきた日本のホンダが組むとなると、多くのユーザーが不安になるのも無理はないでしょう。交通機関の製造に携わるものは、一つのビスの緩みが乗用車の命に関係することを常に念頭に置かねばならない。と語っていた総一郎さんは、安全と品質をとても重要視していました。今のホンダの状態を見て空から見守っているであろう本田宗一郎さんは何を思うでしょうか。そしてこのホンダの迷走は実は関連メーカーにまで影響を及ぼしているのです。韓国との提携も不安視されている中、ホンダの自動車の部品製造を行っているメーカーの多くは現在中国での市場開拓を始めています。例えば日本の自動車シート大手のテイエステックは、売上高に占めるホンダ向け製品の割合が9割以上を占めるほどホンダとのつながりが強いメーカーだったのですが、現在は中国拠点での設備自動化への投資を行っているのです。ギア部品を製造している武蔵精密工業は、中国 BYD の EV、PHV 向けにサスペンションボールジョイントの受注を始めており、ここ数年で中国大手 BYD の複数モデル向けの部品受注に成功しています。武蔵精密工業はそれ以外にも複数の中国 EV メーカーへ部品の売り込みを行っており、大塚宏社長は、中国市場で伸びているのは現地の民族系、ここを取っていかないと自利品になる、
コモディティ化した誰でもできる部品ではなく、品質や価値の高い部品を狙っていくと中国市場参入についてコメント。武蔵精密工業の2023年度の中国事業は売上高が前期比 5% 増の338億円となっており、中国市場参入に見事に成功しているのです。自動車用ボディ部品の開発を行っている JMAX も、中国の車載電池大手である CATL と電池関連部品の取引を積極的に行っています。 JMAX は約60億円を投資して中国の福建省に工場を建設しており、 CATL 向けの売り上げを4年後の2028年、なんと4倍の80億円まで引き上げる目標を立てているのです。部品メーカーのこうしたホンダ離れはもちろんホンダの経営低迷から来ており、ホンダへの売り込みを増やすのは一旦諦めて、大量に EV を生産している中国にとにかく備品を売り込もうという流れが始まりました。もちろん中国に部品を売り込むことに不安の声も出ています。中国では安価に EV を大量生産しているため、部品の値段もその分値引き合戦が始まり、なかなか利益を上げるのが難しいという側面もあるからです。しかしそれでもホンダの部品を作っているメーカーたちが価格競争の激しい中国に売り込みを始めるのは、それだけホンダに後がないことの表れと言えるでしょう。急激な EV シフト、韓国の LGES との提携、莫大なバッテリー投資、そして部品メーカーのホンダ離れと中国進出、このホンダの経営混乱はそもそもどうして起こったのでしょうか。実はホンダの経営方針が大きく変わったのは社長交代の影響が大きいとされています。ホンダの創業者は職人気質で有名な本田宗一郎さんですが、宗一郎さんが社長を退任した後は何度も社長交代が起こっているのです。1973年、宗一郎さんの後を継いだのが初期のホンダを支えた川島清さん。1983年には3代目社長として CVCC エンジンの開発者である久米隆さんが就任。1990年、4代目に F1 エンジン開発責任者だった川本信彦さんが就任し、1998年、5代目に東京大学出身のエリートである吉野博之さん、2003年、6代目にレース好きとして知られる福井武雄さんと続き、7代目に大のバイク好きである伊藤孝信さんが2008年から就任しました。そして8代目の八郷隆弘さんが2015年に就任した後、現在の三部俊博社長が就任したのです。2000年以降からは5年のスパンで社長が交代しており、もちろん社長が変わるたびにホンダの経営方針も変化していきます。例えば7代目の伊藤さんの生産拡大路線を8号さんが縮小に転じ、工場などの生産拠点を減少させるなど、たった2台で真逆に経営転換する例もあるのです。現在の脱炭素の方向にホンダが変わっていったのが三部社長の代からであり、ここから大きくホンダに変化が訪れました。社長交代のスパンが短いと一貫した経営方針を取れないのではないかという意見もあり、ホンダの長年続いてきた社長を数年おきに交代するスタイルが今になって歪みを起こしているのかもしれません。もちろん任期ごとに社長が交代することで社内の風通しが良くなる、新しい経営方針にシフトチェンジしやすくなるというメリットもありますが、現状大きく方針を変えた結果 EV シフトがうまくいっていないというのもまた事実でしょう。またホンダの経営低迷の理由の一つに四輪自動車事業への不安も挙げられます。ホンダの主力製品は二輪車と四輪車ですが、会社の利益を二輪車事業が引っ張るという状態が長く続き、これが現在のホンダのいびつな経済状況を作っているのです。ホンダの四輪車事業は開発コストの高さ、品質関連費用の高さなどから収益が低迷。2019年度以降はホンダの四輪車事業の営業利益率が 1% から 2% 台で推移し、2022年度前期には166億円の営業赤字となりました。完全に四輪車事業の赤字を二輪車事業がカバーするという状況になっており、今の四輪車事業の低迷をどう回復させるのかが一番の経営課題となったのです。
三部社長の EV シフトもそうした四輪事業の状況が背景にあったものと考えられます。脱エンジン宣言を大々的に行うことで第二のホンダの復権といったイメージを打ち出す戦略があったと言われており、実際この戦略が営業利益を押し上げました。2023年度上半期時点の営業利益は前年同期の約5倍弱の3000億円となり、二輪車の営業利益を上回ったのです。これにより16年ぶりに最高利益を更新。アメリカでの販売や生産効率の回復などが利益向上の主な理由と言われています。しかしこれだけでは完全に経営回復とは言えません。ホンダは現在中国市場でのシェアを高めていますが、中国での販売競争は激化しており、価格競争もまだまだ続く見込みです。また日本ではホンダの軽自動車 Nボックス シリーズが人気ですが、実は単価の安い軽自動車への依存度が高いこともホンダの収益が落ちている理由の一つとなっており、これからの新たな戦略が必要になっています。三部社長の EV シフトも四輪自動車の落ち込みからの脱却を目指して始まったものであり、結果一時的な回復はできているため必ずしも悪い手とは言えませんが、ホンダの経営低迷の回復を EV シフトへの動きのみで変えていくのは難しいと考えられています。現在の体制を刷新しないとホンダの四輪事業はいよいよ終焉を迎える。社長が変わるたびに経営方針がコロコロ変わるから会社として全く一貫性がないといった厳しい意見も上がっており、今後のホンダの体制ごと大きく変えた方が良いという声が多いのが現状です。亡きホンダ総一郎さんがものづくりのために作ったホンダ技研工業、そんな魂の宿る車に魅せられてホンダのファンになったユーザーは今のホンダにどんなことを感じているでしょうか。その総一郎さんからしてもホンダのものづくりの軸が大きく変わっていくのは決して本意ではないでしょう。大きな転換期に立たされているホンダがかつてのように復活を遂げるには一体何が必要なのでしょうか。現在すぐに EV シフトを行わず静観を決めていたトヨタが全方位戦略で世界市場で独り勝ちの状態となり、そのトヨタの戦略に多くの賞賛が上がりましたが、トヨタもホンダも最初は一人の人間の熱意から市場を広げていったメーカー。トヨタはガソリン車やハイブリッド車の開発を続けながら EV 投資にすぐに乗り出せなかったことが評価されましたが、トヨタは単に戦略として EV シフトを行わなかったわけではありません。トヨタの企業理念の根底にはものづくりの姿勢があったのです。豊田章男会長は、世界中の人々の暮らしを支える移動をもっと楽しく、もっと豊かなものにするためにもっといい車を作る。これは創業の精神であり、車屋としての本分でもあります。と、トヨタグループのビジョンの根底にあるものを語っています。対してホンダは現在急激な EV シフトにこぎ出し、本来のユーザーが求めていたホンダ像から徐々に変化しようとしているのです。ホンダの創業者である総一郎さんは、外国の模倣もしないし政府のお世話に預かろうなどとは考えない、うちはうちの独自の道で行くんだということをはっきりと宣言する。企業の合併が盛んなようだが、それとはうちは一切関係ないと、かつて自動車メーカー同士の競争が激しさを増していた時代に語っています。総一郎さんは周りの海外メーカーの動きに惑わされず、ホンダらしさを追求することを第一に考えていたのです。韓国 LGES と合同出資を行っている現在のホンダとは真逆ともいえる総一郎さんの姿勢。ものづくりを行う職人として自分の理念、姿勢を曲げなかった総一郎さんの言葉に、今一度ホンダは立ち返る時期なのかもしれません。誰もが乗りやすく女性でも操縦しやすいバイクをという思いから、スーパーカブを大ヒットへと導いたかつてのホンダのものづくり精神、多くのユーザーが求めていたホンダ像の根底はおそらくそこにあるのではないでしょうか。 EV シフトに向けて現在のホンダは様々な動きを見せていますが、本来のホンダは品質の高さと信頼で世界市場に君臨したメーカーです。日本国内で独自に培ってきた技術を徐々に世界に知らしめていったホンダは、まさに日本のトップ自動車メーカーの一つです。
品質では間違いなく海外の大手メーカーに劣らないホンダが EV シフトへ一直線に進み、バッテリー事故の危険がささやかれている韓国メーカーと手を組んだり、需要の見えていない EV 生産を行うのは国内のユーザーからの評判や信頼を落とす要因となっています。三部社長は長期的な視点で見れば EV シフトは着実に進んでいくと確信している。普及期を見据えて強い事業を構築していくことが最大のミッションだと語っており、独自の経営路線を推し進めている最中ですが、現在のホンダには総一郎さんが最初に何を作ろうとしていたのか今一度考え直す時間が必要でしょう。あの頃のホンダが蘇る日はいつかやってくるのでしょうか。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を楽しんでいただけた方はぜひ他の動画もチェックしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。拓也でした。